みなさんこんにちは、のばなです。今日はドイツでの日常ルーティンを撮ってみました。ドイツでこんな風に過ごしてるんやなと動画を楽しんでいただけると嬉しいです。朝は忙しいのでメイクは下地と眉毛を描くくらいです。子供たちはまだ寝ていますが下におります。子どもたちは給食の時間までに一度軽食を食べるのでお弁当を準備します。いつも果物やチーズなどを入れています。今日はワッフルも入れます。3月に入ったので、食洗機の洗浄をしようと思います。娘を幼稚園に送り届けた後は、まず玄関の掃除。その次は、おトイレの掃除。この歌を知らない世代ももういるんでしょうね。トイレ掃除の後は家の換気をします。ここの天窓を開けて空気の入れ替えです。そして次は洗濯。まずは以前から洗浄ランプが点灯してたので洗濯機の洗浄をします。お湯に洗浄剤を少し入れて洗剤を入れる引き出しを30分ほどつけておきます。あとは洗浄剤を使ってきれいに磨いていきます。ノンカフェインのコーヒーを入れて YouTube の編集やコメント返しをします。16時間断食で朝食は食べないので牛乳の乳糖で空腹を落ち着かせます。30分経ったので洗濯機の洗浄をします。残りの洗浄剤を全部入れて60度で洗濯機を回します。その間に買い出しに行ってきます。夫がアムステルダム旅行で友達と飲み干した大量のビールの空き瓶、これもデポジットが含まれています。大好きなコーヒーがずらりと並んでいます。
ノンカフェインのコーヒーを買います。ドイツはハーブティー大国でもあるので、スーパーにあるハーブティーもすごい種類が豊富です。夫のお気に入りの生姜レモンティーを今日は選びます。今日はどのドイツパンを選びましょうか。この全粒粉のパンを試してみます。枝豆パスタを1つ。メディカルハーブティーも種類が豊富です。1箱8個入りで 1.39 ユーロ、約200円ですね。いつも買う芯なしのトイレットペーパー、フローリング用の掃除シートも1つ。パン屋さんのケーキが美味しそうだったので、後で子供たちと食べようと思います。リドルにもよります。チューリップを見ると春の訪れを感じますよね。お家で飾ろうと思います。キウイがとっても安いので買っていきます。いちごも1パック。量り売りのトマトを買っていこうと思います。燻製のサバを発見しました。結構美味しいんですよね。サラダ用にフェタチーズを買っていきます。サバ缶は常に家に常備しています。くるみも1袋。ちゃんとした花瓶がうちにないので、今日は白ビールのグラスにチューリップを飾ります。これはドイツ産のイチゴではないのですが、ドイツ産のイチゴが本当に美味しいので、皆さんに食べてもらいたいです。先ほど買った生姜レモンティーも仲間入りです。リードルで食洗機タブレットを買ってきました。これを無印の容器に移します。無印はドイツでは結構高いのが残念です。
さて、今からドレッシングを作ります。人参1本と玉ねぎを切ります。このドレッシングがあるとサラダももりもり食べれます。食洗機の洗浄が終わりました。あとは排水口の部分を取り外して手洗いします。夫は今日は在宅勤務ではないので、私一人適当にお昼ご飯を食べます。昨日の残りの鶏肉に人参のしりしり、あとはオートミール、オートミールを電子レンジで1分加熱します。なんで私が白米を避けているかというと、血糖値スパイクを避けたいからです。オートミールは食物繊維とミネラルが豊富で、ドイツではとにかく安いです。主婦のお昼ご飯なんてほんと適当ですよね。子供たちが帰宅する前にさっさと夕食の準備をします。息子は火水木は3時まで学校で給食も食べてくるんですが、帰宅するとお腹すいたというので、いつも4時くらいには夕食を出します。私たち大人の夜ご飯は今日はサラダにします。人参ドレッシングもあるので、今日はサラダをもりもり食べようと思います。ギリシャのフェタチーズも入れます。さて、買ってきたケーキを子供たちと一緒に食べたいと思います。私は結構このツップクーヘンが好きです。
息子はチョコレートが好きじゃないので、このツプクーヘンは娘と二人で食べます。今日はおやつにケーキを食べたので、夜ご飯は少し遅めです。広島の友達が送ってくれたダイソーのご飯の冷凍保存容器、これ本当に優秀ですね。今2つあるのですが、日本であと2つ追加で買おうと思います。私の夜ご飯はサラダにこの照り焼きサーモンをのせて完成です。基本的に夜の6時までに夕食は終わらせたいと思っています。寝る前にまだお腹いっぱいだと、その日の睡眠の質が悪くなるんですよね。夫が6時過ぎに帰ってきたので、サラダを出します。ということで、ドイツでの普段の様子をお届けしました。どこの国に住んでても主婦は何かと忙しいですよね。家事代行を頼んで動画編集に没頭したいというのが正直な意見です。これからもドイツ暮らしのあれこれをお届けしますので、お時間がある時に動画を見ていただけると嬉しいです。それでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました。